スパイファミリーのスパイめちゃくちゃかっこいいですよね。運動神経高いし、ミッションのためなら敵とも仲良くなれるコミュニケーション能力、羨ましいですよね。僕コミュ障だからさ、相手が敵だろうが敵じゃなかろうが会話が続かないんですよね。スパイどころか人間失格なわけなんですけども、僕パルクールはできるんで、ロイドフォージャーのパルクールをロイド視聴者が今日は挑戦やってみて、コミュ障でもスパイになれるよっていうのを証明していきたいんで、今日もこの企画頑張っていこうと思います。じゃあそしたら今からね、今日挑戦するスパイファミリー技3つをね、今から解説していこうかなって思うんですけども、まず1戦目がヨルさんのエアリアル、ヨルリアルなんですけども、ヨルさんがねゴリゴリのパルクールをやるシーンがありまして、エアリアルと爆中をやってたんですけども、まあ、普通エアリアルやるときってさ、平面で回ったりとかさ、まあ、段差を降りながら回ったりするけども、ヨルさんの場合ね、段差を上がりながら回ってるんですよ。化け物じゃない、重力逆らってますよね。この規定もさ、上がりながら回ろうとするとさ、これほら回ろうとした時点で頭つくよね。頭骨折しますよこれ。絶対無理じゃん。もう一つね、めちゃくちゃすごいところがあって、人妻なんですよね。人妻がくるくる回ってるんですよ。ただでさえ人妻ってすごい、人妻がパルクールやるわけだからもっとすごいよ、ね、いいな人妻。僕も人妻とパルクール練習したいな。人妻とパルクール練習するためにもね、まずはね人妻がやってる技をね頑張って覚えていきましょう。次挑戦する技はロイドフォージャーの爆中、ロイ中なんですけど、まあ、ロイドフォージャーがね人妻、あ間違えた、ヨルさんにね蹴られた勢いで爆中をするシーンなんですけども、まあその時にやってた爆中がね心身爆中だったんですけども、爆中がねすごいエレガント真摯な着地をやってたんですよ。ふわって着地してたんですよね。ふわって今までしてきた生活って真摯と真逆の生活をしてきたんで、こんなやつがこの真摯着地できるかな。これ今までアニメでしかできなかったことをね現実でするのが、私アニメ再現系 YouTuber ロイド・シオジャーなのでね、ふわ着地も頑張っていこうと思います。次挑戦する技はアーニャぶっ飛びなんですけども、アーニャが男の子をぶん殴ってね、男の子がねぶっ飛ぶシーンなんですけどもね、コメディ風なシーンではあるんですけども、これを現実的な目線で考えるとめちゃくちゃグロいシーンですよ、ね、だってあんなぶっ飛び方したらさ絶対骨折するじゃないですか。全身打撲は間違いないっすね。俺じゃなきゃ見逃しちゃう。あーやだな、今日もこの全身打撲しそうな技を挑戦しなきゃいけないのか。てな感じでどれもねアニメでしかできない技だったんですけども、それを現実で再現するのがね私ロイド・シオジャーなので、早速頑張っていこうと思います。じゃあそしたら今からね一つ間リアル、間違えた、夜リアルを挑戦していこうかなって思うんですけども、この段差の上をねエアリアルをしながら上がろうと思います。めちゃくちゃ激ムチ。こんぐらいの高さ、こんぐらいの高さ、下より割と上目の高さぐらいかな。異次元な技を今から挑戦するわけですから、いけるかな、てか気がしないから。まずはイメトレがてら測定いきますか。測定、ちょっと待って、これ手なしにしなきゃいけないの。フリックね、僕の得意の、まあ、サイドフリップだったりとかフロントフリップをしながらだったら多分できるんだけど、エアリアルっていうのがちょっとやらしいんですよ。しかもねお腹減ったし環境最悪だ。ヨルリアル、人妻エアリアル。おこれと仲良くなったらできるんかな。この壁と意思疎通して蹴ったらいいんだよっていうのを壁が教えてくれるんですよね。ちょっとずつ側転高くしていきますか。ヨル、あ、怖えー、ちょっと話違う。ヨルさんダメだよ、あんなすごいことしたら。ヨルさんダメだよ。人妻、かかといけー。ヨルさんのかかと鉄でできてんのかな。ヨル、今、体がチキって手出してるから、もう手を出さない作戦。絶対に手を出したらダメです。ヨル、やる、おし、ヨル、やる、おし。じゃあ次はですね、ヨルさんにエアリアルの次に爆中で段差の上上がってたんで、それも再現していきたいなと思ってるんですけども、これ上がりますか。後ろに回るわけやから、高い爆中をすれば足からつくわけですよ必ず。シンプルになんか爆中に関してはできそう。一つぐらいの高さの段差を爆中で上がろうと思います。爆中には結構自信があるんで、ギリできそうでできなさそうだけど、ここに足が当たらなかったとしても、この壁が斜めなんで、これなんかロールで回避できそう。かっこいいことしたかもしれない。じゃあやっていきますか。これ世界レベルですよ。何のバックフリップでできたら世界レベルですよ僕さすがに。そしたら参ります。3、2、1、やばい、できない。このスタントバック中でこんな高いところで登れるもんなんすね。やった、挑戦する技はロイ中なんですけども、ロイドフォージャーがね紳士爆中やってね、紳士な着中やってましたね。ただでさえ紳士爆中難しいのに、今までちょっとこだわり出すと難しいですよ。余裕持った着地、エレガントさ、これもまさしく紳士着地。いいな紳士な生活。僕紳士な生活とね真逆の生活してるからさ、めちゃくちゃ羨ましいんですよね。毎日昼ご飯カップラーメン、多分この間ね一蘭の490円のカップラーメン食べたから、それは紳士かもしれないけど、爆中やって立って両膝つくんすよ、土下座みたいになってまたこう立つみたいな。ツン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 、これを爆中やってからしなきゃいけないんだ。こんなね器用な着地できないよ。あっ、あ全然真摯な着地じゃない今の。
なぶっ飛び挑戦していこうと思います。僕昔ねスタントマンのアルバイトをしていて、パウダーっていうね、空中の途中の抱え込み外して首から落ちるみたいな、ね、後ろにブーンみたいなやつをね教えてもらったことがあるんですけど、やり方忘れちゃった、首折れるかもしれないけども、マーニャぶっ飛び挑戦していきますか。参る、3、2、1。アニメ再現ありましたけども、コミショウでもスパイはなれますね。コミショウだからといってね、夢を諦めていいという理由にはねならないっていうことですね。知らんけど、てな感じでね、今日スパイファミリーのアニメをね現実で再現してきましたけども、一つ分かったことがありまして、それはね、人妻はすごいっていうことですね。まあ、ってことでね、僕他にもね Twitter、Instagram、TikTok にねいろんな動画アップしていますので、フォローしていただけるととても嬉しいでございます。あとですね、 YouTube チャンネル登録していただけたらとても嬉しいね。皆さんぜひぜひチャンネル登録してください。ってことでみんな、バイバイ。